白川彩音です。コミックフェスタは漫画とアニメが楽しめる配信サイト。ねえニーニー、完全版を見たら昨日の続きしよう。私たち3人の物語をお楽しみください。また人のアパートに入り浸って、あやねもことねも、はあ、今日はちゃんとメッセ送ったでしょ。あやねも出会った頃はあんなに可愛かったのに。で、でプリンは、はあ、買ってきてって送ったじゃん。そんなの知るかよ。ないの、どういうこと。ちょっと意味は、ま、お風呂でも入るか。ちょっと何勝手に入ってるの。お兄ちゃん、それあやちゃんが頑張って買った高級入浴剤入りのお風呂なんだよ。信じられない、今すぐ出て。ほーれ、ここなら空いてるぞ。さすが高級入浴剤、肌がすべすべでしっとり。相当よ。残念、下は水着だから。二人とも見ない間に立派になったな。いろいろ、いろいろ、うん、じゃあ、早速。やっぱり、琴音が先に入っていいの。うん、先に髪洗っちゃうから。じゃあ、ごめんね、お邪魔します。そんなこと言われても。琴音、お兄ちゃん落ち着け。俺、子供の頃はいつも一緒に入ってた琴音だぞ。私そろそろ出るね。なんだよその反応は。お兄ちゃん。ねえ、さっきから何やってるの。ストレッチ。お兄ちゃんに教えてもらってるの。あ、そう。あんまり遊んでお湯減らさないでよ。ごめん琴音、もうちょっとだから。お待たせ。ほら、詰めて詰めて。さすがに3人は。なーに、もう一人ぐらい入れるわよ。気持ちいい。でもさすがにちょっときついわね。せっかくだから後でゆっくり入るわ。じゃあ先に上がるけど早めに出てよね。ごめん琴音。うん、私ももう。もう少し、いいだろう。ねえ、まだ入るわよ。次回も一緒にうにょうにょしよう。お兄ちゃんお待たせ。アニメオーバーフロー、ブルーレイ& DVD が発売決定だよ。私もあやちゃんもすっごく頑張ったから、たくさん見てほしいな。約束だからね、お兄ちゃん。